はようございます、公園大好きお散歩大好きおやじでございます。今日はこちら富田里庭公園さん来ました。1年ぶりにこの芝桜、手前はネモフィラなんですけども、芝桜が咲いてるのでね、来てみましたんでお散歩行きたいと思います。それではレッツゴー。はい、ってことでね、早速、見えてきているんですけども、今日も混まないようにね、平日朝早くから来たんですけども、車はねほぼほぼ満車でしたね。さすが知る人ぞ知る、いや人気のところではないでしょうか。ちょうどそろそろ来ようとはねちょっと思ってたんですけども、今日はね行ってなかったハードオフにちょっと久しぶりに行こうかなと思ってて、ちょっといろいろ悩んだりもしてたんですけど、こっちに来ましたね。いや今のおばちゃん残念です。モネフィラじゃなくてネモフィラです。いや綺麗に咲いてるな。いつもちょっと早かったりちょっと遅かったりっていうのが多いんですけど、今年は結構良さそうだぞ。今年はね、去年と違うことにね、菜の花がすごい綺麗に咲いてるところがあったんだよ。そこちょっと後でね、顔出そうと思います。今日はこのボリュームだと前後編になるかな。よいしょ。ちょっとね、最近ちょっと気になってることがあって、このスマホもね、随分古いんですよね。でそれなりの画質があって撮ってるんですけど、最近ちょっとね画質が劣化してるんじゃないかなと思ってはいるんです。私スマホでしかちょっと見ないんでね、どのぐらいなったかっていうのはちょっとわからないんですけども、見てる方でねちょっと画質が汚くなったよと、昔の動画を知ってる人から見てね、悪くなってるよっていうのであればちょっと教えてもらえればね、私またね撮影を今日新調したいと思います。同機種を買う予定なんですけど、使い勝手がいいんで。いやしかし綺麗ですわ。あれはなんだっけ、キャラフルなやつはなんだっけな。このキャラフルなやつ名前書いてないかな。あ、でもなんだ？かわいい。白と赤とピンクとオレンジと黄色と、かわいいけど、つぼみがグロい。人食い食虫植物みたいになってんな。人食い植物みたいになってんな。花がこんな綺麗なのに。いやこの子綺麗だな。この子たちは、これはあれかな、これがアジサイなんだけど、今年はアジサイになるのかな。あ、風向きじゃねえや、日の当たりがこっち向きじゃないんだな。こっちから撮らない方がいいな。というわけでね、こっちからちょっと撮っていきたいと思います。まだこれから咲く感じ。こちらの方はね結構つぼみがいっぱいついてますけど、でこちらばっかりに目を奪われてちゃいけません。こっち側がまた綺麗なんですよね。ごめん、さっきの芝桜だ、紫のやつは。これがネモフィラか。花の種類が違うと思った。結局ジジイも何も分かってないというね。あ、何これ、ポポが密集してる。いや芝桜綺麗だぞこりゃ。
なんかタンポポ多いな、今年は。今年はっていうか、たまたまなのかな。タンポポがね。近づいてきましたよ。綺麗ですね。今年はやっぱり特にいいかな。特にいいかなっていうのはタイミングが特に良かったかなってことね。でも2、3年前に来た時も結構良かったんだよな。今日もそれに次ぐぐらい、またはそれ以上の咲き具合を持ってますね。本当見る角度によって変わるんで。桜ロードをね、歩いていきましょう。まあ、白があってね、ピンクがあって、ちょうどね、あっちに橋があるんですけど、あそこから見るとね、一望できるという、そういうシステムにはなっております。いや、綺麗だな。今日はね、ちょうどうちの母親がまた病院の日だって言ってたからさ、それでまた一人で来たんですけど、まあ、この動画だけでもね、まあ、うちの親に限らず、お花好きな人とかね、芝桜ななかなか見に行けないよなんて人もいると思うんでね、ちょっとね、向こうの方も行きたいんだけど、先に橋誰もいないんで、ちょっと独り占めしちゃおう。親父の独り占めコーナーです。はい、それではね、皆さん、お待ちかねの芝桜をドドン。すいません、よだれがちょっと出ました。ドドンが激しすぎたな。どう、綺麗でしょ。ちょっと写真なんかも撮りつつ、どうですか。そして反対側も行ってみようか。ドドン、ドドンパ、ドドンパってなんだっけ。タオパイパイに必殺技か。これも綺麗だね。向こうの青はネモフィラになるのかな。この下なんかもね、まあ白とか紫とかピンクとかが混ざって、ここはここで綺麗だね。向こうも綺麗なんで、写真を1枚パチリ。いや、とても綺麗なんじゃないでしょうか。もうちょっと早く来るとね、桜がほら、少しも葉桜になってるんですけど、桜も咲くとこなんでね、それ系の桜の時は来たことないな。いつも芝桜の時は来るんですけど、でもとても綺麗ですね。ずっと見ていたくなる、そんな気分ですね。よいしょ。内側には白いのがあって、ここの花壇というか、この植え込みのところはね、いろんな花が飾られるんですけど、今日は芝桜とネモフィラがね、咲いてます。さっき目に虫が入ったかな。こっち側も
綺麗ですよ。もう早い時はこっちなんて咲いてないからね。そう考えると綺麗。いやー、とても綺麗じゃないですか。何せ自然も多いし、今日ほら天気もいいよ。雲は出てるけど、青空がねとても気持ちいいな。暑いぐらいだな。今日も20度ぐらいまで行くのかな。この空とのねコントラスト、綺麗ですね。まあ今日来たのは決め手は晴れたからなんですけどね。ほんとハードオフに行きたいってところもあって、ハードオフももちろんこれも咲いてないと見れないから季節ものなんですけど、ハードオフとかもやっぱりお宝はタイミングだったりするんで、今日はもうだいぶ行ってないし、ハードオフ行こうと思ってたんだけど、こっちに来てよかったな。ほんとこの角度だけで随分変わってくるからな。ここら辺のラインが結構綺麗だな。やっぱりこう密集してると綺麗なんだよな。絨毯みたいになってる。ごめんなさい、ちょうどいいところに指入ったわ。チーズがいるな。ここら辺もちょっと密集してていいな。濃いピンクと薄いピンク、紫かな。こっちなんかはその紫系のが密集してる感じでね、とても綺麗だな。ちょっと一回ね、私またこの動画を撮ってからね、これは一応道がここの T 字じゃねえや、ここで行き止まるってことは、ここがまた一つの写真ポイントとして撮れるのかな。自分がここに立って向こう側を撮るような、そんな感じなのかもしれないですね。まあ、ちょっといい時間ですね。ちょっと菜の花撮りたいんで、まあ、これで締めて、あそこ見えるしかな、ちょうど見えるな。ほら、あそこに菜の花畑があるのよ。あそこにちょっとね、これから行こうと思ってます。しばらくちょっとね、こちら堪能してから行こうと思います。ということでね、ご視聴ありがとうございました。今日はね、富田里庭公園さんの芝桜散歩しました。それではまた、バイバイ。